ダメでござる。今日は断食するでござる。シロ、その、今のはどのような意味なのでしょう？わかりにくかったか。今のは、今日は昼飯抜きだって意思表示。朝はハンバーグだったし、昼抜いてもいいかなって。そんなわけで、試合を続けよう。ほら、市内構えてくれ、セイバー。待ってください、シロ。話は全く、言ってたりとも進んでいません。朝食を十分に取ったから昼食はいらないというのは、あまりに鮮慮ではありませんか。何すんだよ、セイバー。市内返せ。返せません。もう時間がない。私はサーバントとして、マスターに速やかな食事の準備を要求します。セイバー、時間がないって、なんか予定でもあるのか？特にありません。ですから昼食にしましょうと言っているのです。いや、だから昼食は抜きにするって。バカな。これだけ言ってもわからないのですか？これが最後です、シロ。今すぐ昼食にしてください。腹の虫。今のセイバー？何？そんなにお腹減ってたの？いえ、特に空腹は感じていないのですが、体は栄養を必要としているようです。ずっと動いてたから仕方ないかもしれないけど、はしたないわよ、セイバー。サーヴァントだからってたしなみを忘れてたら、シローに嫌われちゃうんだから。そのようなことはありません。私はサーヴァントなのですから、シローが落胆する事柄は、私の敗北だけです。別に負けたからがっかりするとかしないし、負けなければ何しても驚かないってわけじゃないぞ、セイバー。それだけです。大体、空腹時に腹部が鳴るのは正しい身体機能です。それが気に障るというのでしたら、私に食事を与えないシローが悪い。セイバー、腹減ってるんで気が立ってるんだな。イライラしてんのはそのせいか。まったく、朝あんなに食べてたのに燃費悪いぞ。そういえば、静かだから目立たなかったけど、リンの2倍は食べてたよね。セイバーって食いしん坊だったんだ。それは違う。私が大食漢なのではなく、リンが小食なのです。シローだって分かって。そうみたいだな。セイバー、ほっといたら最後までご飯食べてるし、本気になったらウジネと同じぐらい食べるんじゃないか？そのようなことはありません。一体何を見ていたのですか、シローは。ね、いや、素直な感想なんだが。それにほら、いつもこの時間になると腹の虫鳴らしてるじゃんか。食いしん坊かどうかは別にして、セイバー、お腹減るの早いと思うぞ。ほら、やっぱり、セイバーったらはしたなーい。
そういえば、怒ってないのか。怒ってなどいません。イリアスフィールの言う通り、私は多く食事をとっていますから。体力、いえ、魔力を少しでも多く蓄えて、シロへの負担を減らそうと無理をしていたのかもしれません。すまん、考えがいかなかった。いくらラインができたからって余裕があるわけじゃなかった。いいえ、理解してもらえたのならいいのです。それよりシロ。ああ、分かってる。昼食なら作ってやるんだ。今日は弁当だから今すぐにでも。いいえ、せっかくですからもう少し鍛錬を続けましょう。セイバー、あ、いや、だから飯に。必要ありません。シロはこちらの方が好きだということですので。また待ってくれ、少し落ち着こう。セイバー、本当はすごく怒ってるだろう。まさか私に何か変わったところがありますか？全然違ってますよね、それ。ではいつも通り軽く流していきます。本気かお前、いくらなんでも大人げねえぞそれ。はい、こんにちは。ちょっとした手違いで命を終えたあなたを昇天させる心霊ワールド、タイガー道場です。助手の死後の天使1号です。しかし、人生注意1秒怪我一生。冗談の通じない相手をからかうときは死を覚悟してからかうべきなんですね。そうみたいね。けどシロ、セイバーの一突きで魂吐き出すなんて可愛いんだから。もう美的感覚が壊れたちびっ子と、それはいいとして、今回の仏さんはわりかし綺麗よね。原型残ってるなんて珍しいんじゃない？そうね、なんか物足りない感じ。いじるか。いじろうか。よし、これより改造手術を行う。何かの手違いで蘇らないように、まずは両手をガトリング砲に改造するのだ。さあ、いやさあ。インスタントにオペ終了。どうかね、全身を改造された気分は。だが君の意思を尊重し、最後の改造脳手術はやめておいた。おいた。さあ、このまま自主的に我らトラッカーの一員となるか、洗脳されてマシンとなるか、君の意思で決めたまえ。大変です。相当実験体が改造されたパワーを使って高速を引きちぎりました。キャー、大暴れです。基地が破壊されます。我々は自らの手で最強の敵を生んでしまったのではないでしょうか。しまった。まずは脳改造からしておくべきだったか。キャー、普通はまず脳改造から始めると思います。
気がつきましたかシロ。衝撃もかわせないとは情けない。では次はうまくかわしてください。剣道に合わせているのですから、死ぬ気になれば少しは耐えられるでしょう。まだやる気満々なのですか。当然です。昼食まであと10分。いつも通り限界まで打ち込みましょう。